100% baby. ワームゲートと呼ばれる瞬間移動手段の開発により一躍トップ企業に躍り出たアウトセル社は瞬く間に世界経済を掌握した。その陰でワームゲートの影響により創生力と呼ばれる特殊な能力に目覚めた子供たちの存在も確認されるようになった。そんなある時、アウトセルの開いた大型ワームゲートから見たこともないような怪物たちが大量に出現した。破壊の限りを尽くすこの怪物たちはストレンジャーと呼ばれ、近代兵器も一切通用せず、東京は火の海に包まれた。そんな絶望的状況の中、ストレンジャーに対抗しうる力を持った者たちが存在した。皮肉なことに、それはワームゲートの影響によって特殊な力を得た子供たちだった。アウトセルは能力に目覚めた者たちを養成し、特殊部隊を編成することでストレンジャーの進行を一時的に食い止めることに成功する。これが対ストレンジャー機関 KOU の成立とその始まりを知らせる出来事である。人々はストレンジャーを追跡する者という意味を込めて彼ら能力者のことをチェイサーと呼ぶようになった。そして BE20 年、遂行します。それでは参ります。やあ、見くびらないでください。
うなと言っただろ。息の根は止まったか。知ったことじゃないが。やれやれ、面倒だ。出発進行。申し訳ありません。あら、そうや。そうね、そうね。それでは。行くか。もういいだろう。終わりだ。
それでは参ります。よし、私の番ですわね。許せませんわ。よし、見くびらないでください。勝利は甘美なものですわ。
力を確かめてやる。オッケー。あっ、やでやろこんでいられないかな。